ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラさんです。マスターグレード100式バージョン 2.0、この上半身のパーツ、それから腰のパーツ、両足のパーツ、本体部分のパーツが揃いましたので、こちらをすべて合体させてみたいと思います。いよいよ本体部分のみですけれども、一応組み立てが完了しましたので、こちらを合体させたいと思います。それでこちらのアンテナ部分なんですが、ちょっと細くて折れそうだったので、今はとりあえず外してます。それからこちらの腕の赤いパーツ、これコメントでもご指摘あったんですが、腕の製作の時にですね、これ付け忘れてましたので、今はちゃんと付けてます。それであとこの辺のシールですね、ここと、あと反対側、ここのシールですね、ここはちょっと貼り忘れてましたので、このシールも貼ってます。それで、こちらのパーツですね、すべて合体させようと思いますので、まずは、下半身からですね、この腰と足をちょっと合体させたいと思います。100式の下半身こんな感じになりました。いやー、やっぱ足長くて細くてかっこいいですよね。で、僕はこの、この横から見た感じですね、この感じも好きなんですよね。この外装のやっぱりメリハリがはっきりして、でフレームもこの部分とかですね、結構露出して、いやーかっこいいですね。斜め後ろとかもかっこいいですね。こういう眺めもいいですね。それではいよいよこの上半身と下半身を合体させたいと思います。ガンプラ作っててこの瞬間がたまらないですよね。おお、おお、かっこいい。あとは外してたアンテナもつけて、100式の本体組み立て完了しました。いやー、いいっすね、この感じ。この黄色の外装のこの感じ、いいなー、本当にいいっすね。で、かなりこの全体的なプロポーションもこうスリムな感じなんでですね、まあ、強襲型という、この100式の特徴もですね、こういったとこからも見て取れますね。後ろはバックパックがまだついてないんで、このなんかスッとした感じにはなってますけれども、100式はバックパックも結構特徴的な形なので楽しみですね。で、このキットはやっぱりこう可動範囲がいろいろ広くてですね、いろんなポーズが取れそうですね。ちなみにこう腰もですね、こうスムーズにこう回転しますし、ここも上下にこう動くんですよね。これもね、これも本当すごいですよね。本当最近のガンプラは本当にすごいです。で、ちょっと変なポーズですけれども、このガンプラが苦手なですね、この真横への動きも、この、まあ、もう手も足もですね、ほぼこう水平まで上がりますので、これはね、ポーズのバリエーションがかなり増えていいですね。それでこの足の関節のこの自由度も高いので、まあ、いろんな形に足を開いてもこうしっかりとこう地面をこうですね、踏みしめてこうちゃんとこう自立してくれるんですよね。これもね、これも本当ガンプラが動くっていうのもすごいんですけども、やっぱこうちゃんと自立する仕組みになってるっていうのがいいですよね。ということで、無事に本体部分組み立て完了しましたので、次回はですね、このバックパックですね、後ろにつくこのバックパックの製作に入っていきたいと思います。